僕の世代っていうか、僕ぐらいまでかな、あの若い頃20代から30代前半くらいかな、あの仕事のない時代だったんですね。で仕事がないから、あの建てたくても建築作りたくても、あの実物が作れない。なので一生懸命勝手に模型作ったりねして、あるいはこうなんかこんなのできたらいいなっていうドローイング書いたりとか、そういうことが非常に多かったんですね。だん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 それでこうバブルの時代になっていって、仕事がこうできるようになったんだけれど、つまりその仕事のない時代にこう特に20代だ、あの大学出てからのやっぱりこう作りたいっていうねその気持ちが前のめりしちゃって、自分はこういうものを作りたいんだっていうのを何か形にしてみるっていうことを一生懸命やっていたのがずっと癖になってそのままずっとこう来てるっていう感じですね。あのっていうことはつまり何て言うんだろう、作りたいっていう気持ちと、もう一つはその何を作るべきかっていうのと2つあると思うんですよ。で何を作るべきかっていうと、やっぱりこう今の社会はどんな社会なのか、どんな建築が望まれてるのかとか、今の時代はどうなのかっていうのを客観的に考えてこう建築をあの作ろうとあのするっていう、そういう姿勢が一つと、もう一つは何て言うんだろう、もう本能的本能的というかね、自分の中にあるもの、まあ、あの大学で学生時代ね建築を一生懸命勉強したり、海外でいろんなものを見たりして、で僕はこういうものを作りたいんだっていうのがこう自然とこう何て言うのかな、あの、湧き上がってくるんですね。でそれをこうなかなかその何て言うんだろう、具体化こうできずにこう頭の中でこう悶々として、でただそれを何かその一つのこうあの形なり何かこう、まあ、表現としてあの外に出してみたいっていうのが非常にあのまあ、強いで、僕の場合はそちらの方がこう、そちらの方に走っちゃったもんだから、なかなかその何を作るべきかってことを考えずにね、作りたいっていうのが先行しちゃって、でだん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 とこうやっぱりあの実際の建築を作るようになれば、当然何を作らなければいけないのかって考えざるを得ないわけですよね。そうするとその建築が持つ社会的意味とかね、あの、まあ、どのようにその社会にこれが、あの出ていくのか、どうこれが役立つのか評価されるのかっていうことをこう考えていくようにこうだんだんなってきたわけですけどね。ですからこれっていうのはまさにその、あの、なんていうのかな、こんなものができたらいいなっていうね。僕はあのあれなんです、あの昔若い頃あの模型のことをあの模型って言わないで、あのファントムって言ってたんですね。どこ行った時かな、なんかね博物館に入ったら人体模型がこう並んでいてね、なんかあの医学のなんかそういうこういろいろな研究の展示館みたいなところだったんですよ。そしたらそこにそのあのヒューマンファントムって英語でね書かれて、ヒューマンファントム、え何これ、なんかファントムって言ったら幽霊とかね、っていうふうに僕らあの思ってたんだけど、あのそうじゃなくて、なんかその人体模型っていうのは、まあ、医学の世界ではファントムっていうあの語を使うっていうのが分かって、それであこれは面白いなと思ってね、なんかなんて言うんだろう、そのそのまだまだその本当のことは分からないけれども、何か一つの幻っていうか幻影っていうかね、こういう仮説を立ててみたっていうようなあのことなのかもしれないと思って、それで、まあ、こういったのもねファントムっていうふうに呼んでたんですよ。僕の気持ちの中ではそういう感じですね。あのなんとなくあの、3つぐらい模型を使い分けているんですよ。一つは今言われたようにファントムとしてのねコンセプトモデル、
っていうのが一つ。それってね、それ自体が一つの作品っていうふうにも見ようと思えば見れるんだけど、もっと大事なのはコンセプトモデルを作るとね、なんかねイメージがさらにね高まるんですよ。イメージがさらに湧いてきて、あ、もっとこうしよう、あ、こうじゃなくてあした方がいいかなとかね、そういうのがどん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 イメージが広がるんですね。ですからコンセプトモデル結構たくさん作ってね、で最初ちょっと作ってみたのから、20個目か30個目のはだいぶ違うものになっちゃったりとかね。でそういうなんて言うんだろう、自分のイマジネーションのトレーニングというか、なんかその自分を鍛えるみたいなねのに非常にコンセプトモデルって僕はなんかいいなっていうふうに思ってやってきてますね。もう一つはいわゆるスタディモデルですね。実際の建築を作る。でそのために模型を作って、そのプロポーションとかね、収まりとか、例えば、100分の1ぐらいだと、プロポーションをこうよくこう吟味する。で、5分の1とかの、ね、模型、あるいはもう1分の1の、モックアップなんかは本当にこうちゃんと収まるかなとかね、そういうのを見極めたり、あとこう曲面とか複雑な形だとやっぱり1分の1でこう作ってみないと、なかなか現場にねこういうふうにしてっていうのは伝わらないので、そういう意味でのそのスタディ模型っていうのが、でいきなりその1分の1とかね作るわけじゃなくて、最初300分の1とかね、ちっちゃいのからだんだんこう100分の1とかでプロポーション決めていって、それで実際その模型をこうちょうどそのアイレベルになったところでこうどう見えるかなっていうのを見たりね、そういうのをやるんですけど、ただやっぱり模型だとね、その実際のそのなんていうんだろう、ビューポイントとか、それからパースペクティブっていうのがなかなかそのこう実際のように感じないっていうところがあって、それでCG なんかすぐ立ち上げてね、それでこう作って、そうするとね非常にその立体感がね模型よりもよく分かったりするっていう感じがあります。ただスタディ模型でやっぱり大事なのは、その作っていくプロセスが何て言うんだろう、模型ではあるけれども実体をこう扱っていくわけですよね。柱を立てますとか壁をこう立てますとかね、でその辺でやっぱり CG とは違う実体を扱うっていう何かスタディのこう質の違いっていうのを感じますよね。だからやっぱりスタディ模型はすごく大事なので、みんな一生懸命作ります。ただスタディ模型はね、用がなくなると全部捨てる残しておかないんですね。スタディ模型って本当にこういろいろ苦労した、その何て言うんだろうプロセスがそのままあるから、 なんとなくねこう、見てると辛くなっちゃうだからどんどん作っては、処分していきます。ただそのさっき話したコンセプトモデルはやっぱり残すんですね。本当に何て言うんだろう、イマジネーションの原点みたいなものなんで、すごく大事なんです。それをこう見てると、何かその建築、これから作ろうとしてる建築のこう本質っていうのかな、何かすごく根源的なものが見えるような気がするんですよね。スタディ模型はあくまで本当の建築を作るために検証するっていうか、検証したり確認したりするためのものであって、一種の道具ですね。で、コンセプトモデルっていうのは、道具ではなくて、それ自体がなんかこう、なんて言うんだろう、存在する価値があるみたいなね、いうふうにこう思っているんですね。で、もう一つ実は3つ目の模型っていうのがあって、これはね、なんていうのかな、すごく実務的というか、プレゼンテーション用の模型ですね。クライアントとか市民の皆さんとか、にこう説明するときに
作る模型、これはやっぱり本当に見てもらう人にどうしたらこの建築を理解してもらえるかなということを一生懸命考えてこう作るんですね。でなのでその色とかテクスチャーとかねを本当にね本物そっくりに作ろうと頑張るんですよ。例えば木の板を張るところなんか、木の板を張ったその写真をこう切り取ってね、それでそのスケールこうの写真をこう模型に貼って、うん、僕が一番好きなのはやっぱりあのコンセプトモデル、それとやっぱりスタディモデルは楽しいですよ。検証していてデザインをねし直したりとかもするし、逆にあこんな風に見えるんだ、これはきっとできたらすごいぞとかね、うん、それやっぱりスタディモデルを作ることで自分で確認できるので、はい、いいですね。やっぱりこう敷地っていうかそのまさに現場というかね、その場所ってすごい力がこうあると思うんですよ。でそれをリアルにこう表現してしまうとなかなかちょっとそのなんていうのかな、その力が強すぎちゃって、なのでその敷地はスタディ模型なんかでも敷地をまず作るんですよ。起伏があったり地形がね複雑な場合にはもう地形を作るだけで一月かかっちゃったりねしますが、基本全部白く塗装して、それでできるだけその地形の力を抑えるっていうか、地形の力があんまり突出しないようにして、それでこう考えていくんですね。でその地形をこうカッターでこう掘って穴開けたりとかなんかするんだけど、白くなっちゃうのはそういう大地の持ってる力が怖いからかなとりあえず白くしてちょっと抑制して、うん、それ でどういうふうに建築がそこにできていくか、やっぱり 大事なんですよね。そのなんていうのかな、そういうその建築ができるその場所の持ってるものっていうのが普段あんまり考えないようにはしてるんだけど、退任展の時のね、その向こうの白い地形がこう傾斜しているところにいろんなものがこう埋められているのがあります。あれはねキーセーリング美術館の一番初期 のデザインですね。こういうものを作りたいっていう、それがだんだんまあ、うん、なんかいろいろなスタディを重ねていってで、まあ一つの建物にこうなっていく、その過程でものすごく形も変わってねいったんですが、あれなんかはそのやっぱり大地の持ってるその自然の地形のなんかやっぱり凄さみたいなものができるだけそれをこういじらないっていう、そういうイメージであれは作ってるんですね。どっちかっていうと僕は学生時代に一生懸命その大学のね課題に、こう頑張るっていうよりは、本屋さんが好きで、それで神田の古本屋さんにねともかく毎日のように行ってました。だからもう50年ぐらい前のね話だけど、本当にねちょっと傾きかかったね2階建てのなんかこう、木造の古本屋さんとかがね何軒もあったりしてね、まあ、そういうところでこう本を手に取ってこう読むのがもう本当にね本当に楽しくてね、もう建築よりずっと楽しかったですね。で それでねそっちの方にのめり込んでいって、だんだん僕は建築よりも詩人になりたいとかねそういうなんか本当に何かバカな少年みたいな、なんか詩人に憧れちゃってね、大学 の、その製図室に行くとこういうでっかい製図板がダッと置いてあってね、それで模型を出しなさい提出しなさいっていうの、模型作んなきゃいけないでしょ。もうそれがねもう本当にね大変だったんですよ。でね僕はどっちかっていうとそういう楽したい方なんで、詩だとね
なんかこうあるフレーズを思い浮かべればいいわけですよ。それでもしかしたら別に書かなくてもよくて、ちっちゃなテープレコーダーでね、自分がこう思いついた何かこう、言葉をね録音するんです。それだけでね、あの詩人って済んじゃうと思ったわけですよ。であればね、どこにいても別に大学行かなくても詩は作れるし、世界中ほっつき歩いててもね、ちょっとひらめいたらそれでね、こう録音するそれで食べていければね、もう最高だなと思ってね。だから僕は建物の設計をしてね、食べていかなきゃいけなくなるのかもしれないけど、それは詩人になるためにやるんだっていうね、そういうなんかね、あの本当にね、僕はね子供だったんですよ。それでまあ本当にね、40過ぎまで結構チャンスを伺ったりしてたんですよ。でもだんだん諦めてね。一番ショックだったのは、あのフランスの詩人のね、ステファーヌ・マラルメっていう詩人の詩を、僕がねちょうど30歳前ですね、サウジアラビアにあのアルバイトでね、あの丹下先生の事務所のアルバイトで行ってた頃に、あのマラルメっていうのを、そのそういう詩人がいるっていうのを聞いて、それで日本に帰ってきてからかな、その、マラルメのその日本語に訳されてるのをね、あの、買い漁ったりして、でその中に闘志一滴って言って、こうサイコロを一投げするっていうね、タイトルの詩があって、でそれはね、それね、原書もあの僕手に入れたんだけど、フランス語でこう開くとね、ページ開くとね、言葉がこう白いページの中にこう飛び交ってるんですよ。空中に浮いてるかのように、でバラバラに言葉があるわけです。でそれで日本語に訳された方もね、こう並べてみたの。忠実にフランス語のフランス語が散りばめてあるのと同じように日本語を散りばめてあってね、それで最後の方の解説のところを読んでったら、モーリス・ブランショっていう評論家かな、がちょっとその解説していて、そのマラルムのその詩っていうのはね、もう建築、まさに建築そのものだっていうことを書いてるんですよ。でそれも統合、要するに統一するインテグレーションと、それからそのスキャッターっていうか、こう離散する、もうちりぢりバラバラにこう分裂させるっていうことを同時に実現してる、あの不可能な建築だみたいなことを、すごいかっこいいなと思ってね、もう絶対僕にはこんな真似できないと思って諦めて、まあその知的レベルの高さとかね、なんて言うんだろう、世界をこう俯瞰的に見る、なんかものすごいこう視野の広さとかね。でマラルメ自身がなんか言った言葉にね、その、世界はその言葉によって説明されるためにできているって言ってるんですよ。それってすごいでしょだからマラルメ相当なんか、なんていうの、こう思い上がっちゃってるっていうかね、なんだけれども、やっぱりね、やっぱりすごい詩人だったと思いますよ。それで僕はもうともかく、あ、これもうちょっととても無理と思って、だったらば建築の中でできるだけなんか詩をこうその中になんか組み込んでいこうっていうか、内在させようっていうか、なんかそういうふうにだんだん変わっていったんですよ。それが30代半ばぐらいからかな。それで40過ぎたらもう本当にもうそれしかないっていうふうに自分は思い込んで、建築やっていくんだけど、そこにはなんか詩がこう内包されてるみたいなね、でもなかなか難しいですね、うまくいかないともかく建築よりもね、言葉の方が先に出てきちゃうんですよ。で言葉が建築をこう想起させるっていうか、
言葉が建築を生んでいくっていうのがね、実は今でもそれはね、なんだか信じているんですね。でうちの社員にねそう言ってもね、なんか全然ね笑われるだけでね、なんかまた変なこと言ってるとかね言われるんだけど、でもすごくだから言葉って大事にしてますね。なんかだんだんこの年になってきてね思うのは、やっぱり誠実さかなっていう、それは自分に誠実であるっていうこともあるだろうし、あるいはこう社会に対してとか人に対してとかいろいろなことに対してのその誠実さっていうものもあると思うし、なんかでも結局そこに行き着くのかなっていう気が今してますね。やっぱり作ったものが社会の中にこうね残っていくわけですよね。でそれはねやっぱり誠実に作らないと、いけないっていうのは、正直っていうのかな。サウジアラビアの時にね僕が大きなショックを受けたことがあって、僕らのチームは都市計画とそれからその現地でいろいろ建築作らなきゃいけないんで、その設計の仕事とね、要するに物を作るっていうのをやってるので、模型を作ったり図面を描いたりもいろいろこうやってるわけですよ。それでそこにね現地のスタッフが、僕らを助けてくれるスタッフが何人もいたので、彼らはほとんどみんな遊牧民だった人たちなんですね。その遊牧民だった人たちがだんだんその都市に定着して、それで職業を得て、だけどその彼らのもうなんていうのかな、その遊牧民のとしてのその資質みたいなものはもう本当に消えないわけですよ。要するにまとめて言うと、彼らはやっぱり遊牧民としてその生活をしてきてね、物っていうのは消えてなくなるものだから、物を作るのは虚しいと。で物を持って歩くっていうのも最小限にする、砂漠の方を指さしてね、結局ああいうふうになる、何もなくなるんだよと。だからそんな都市とか作ったってねしょうがないじゃないって、もうね すごいこと言うわけですよ。ハイヤーのそのうんちゃんがなんかそういう 悟りをもうね到達しちゃったみたいなことを言うんで、もうびっくり仰天してね。で僕らって物を作ることに価値があるとか、作ったものにそれ作ったものがまたその価値を持って、それがこう社会に貢献していって、それでこう社会ができていく、人が作られていくっていうふうなふうにこう自然と思ってきていたので、 でも彼らはもうそういうものそのものがもう全くもう価値を持たないものとして見るわけですね。いずれなくなるもので、それが彼らにとっての美徳なわけですよ。ものを持たない、作らない、そのものに価値があると思わない、このね美徳の違い僕らはものをなんか本当に美しいものを作ることにこう一生懸命ね労力をかけたりする、これはちょっとすごいカルチャーショックだなと。でだからやっぱり日々建築をね考える時もやっぱり彼らが言ってたそれをこう思い出しますよね。なんかだから作るものは本当に何ていうのかな、本当にその価値あるものにね自信を持ってこの建築は必要なんだってことを言えないといけない。今本当にまだね道半ばか、まだ本当にねなんかそういう気持ちになり始めたところで、なのでやっぱりそのさっき言ったようなその誠実さっていうのがやっぱり大事なんだなっていう
はい、いうふうにやっとね、だからこの年になってやっとなんか、あ、建築ってどうやって作っていけばいいのかなっていうのが見えてきたみたいな感じでね、いやー参ったなと思ってね、なんかもうあと元気だったらあと10年はちょっともうちょっと頑張りたい、なんか建築楽しみたいななんて思ってたけど、やっと分かりかけてきたとなればどうするだろうっていうねこれから困ったなっていや本当建築って何だろうっていうのは本当にね難しい問いかけですね。